視聴者の皆様こんにちは、ルーミアです。すっかり忘れてたので、スタート。ニャンコンボはロングネックと百鬼夜行。働き猫のレベルが最初から5です。2度目の挑戦になりますが、編成ミスをお知らせします。大狂乱のゴムじゃなく猫を使った方がいいです。遠方範囲攻撃のボールターで城をどんどん叩いて敵を出していきます。初見ではどんな敵が出るのかわからなかったので、対策らしいことはできずに点数が伸びませんでした。1ページで使うキャラはライオンのみで、2ページ目のキャラが主軸になります。攻撃レアに前田刑事を選んだのはコストと範囲攻撃、黒い敵に打たれ強いからです。ニャンコンボでも課金はできないので、課金キャラを思いっきり投入です。ボルターをもっと出したいですが難しいので、第3形態に期待です。シャドーボクサーがこのステージの難物ですが、段階を踏んで出現するので、そこがハイスコアを上げる分かれ道。妥協同好会も厄介ですが、ゴムとライオン向き足がいればなんとかなります。スコアを伸ばすには城を叩いて敵をどんどん出さないといけないので、遠方範囲攻撃は1種類は入れた方がいいです。前田刑事はできれば黒に熱砲強くって攻撃速度が速く範囲攻撃が理想ですが、そこまで都合のいいキャラはいないので却下しました。向き足の波動と刑事とボルターの範囲攻撃で敵をまとめて攻撃していきます。2回目の妥協同好会は2体出るので、壁の薄いこの編成では注意が必要です。主に生産するキャラを2ページに集中しているため楽に操作ができます。出していくキャラの優先順位は左からになります。向き足以外で射程が同等でコストが同じキャラは見つからなかったので、射程を犠牲にして大狂乱の島を使うか、コストを度外視してドローンを使うか悩みましたが、 1% から 10% までなら報酬は同じなので高得点狙いを諦めました。コラボキャラの遠方範囲攻撃持ちを入れてボルターを外すことも考えましたが、この編成の方が持っている方も多いと思いやめました。終わってしまいましたね。スコアは14万1230。1% は無理ですね。これだけ出せば順位は簡単には下がらないと思います。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。